圧を調べろ。空気圧が下がってるわ。フミヤ、調べてくれ。ラディ、奴にやられる前に窒息して死んじまうぜ。意識が戻ってきたわ。え、何？ファイブデクター。ファイブデクター、そうか、ファイブデクターだ。兄貴、何言ってんだ。兄貴、ファイブデクター俺に任せてくれ。兄貴、ファイブデクターの、ファイブデクターのパワーを見せてやるからな。みんな、待っててくれ。リーダー、どうする気なの。もう少しだ、頑張ってくれ。レミ、しっかりしろ。逃げるんだ、浮上するんだ、みんな頑張れ。アーサー、ケン、ケン、大丈夫か。ファイブデクターは、今やっと完成したとこだよ。あ、ケン、これがファイブデクター。これさえあれば。待って、まだ実験を済ませてないんだよ。あ、スーパーファイブロボが。まあ、これを使うしかないんだ。待て、フミヤ、あとは俺に任せろ。ケン兄貴、ファイブデクター。行くぞ。ファイブデクターをつけてるぞ。どうするつもりかしら。何見てろ。無茶なこと。死ぬ気なの。俺は信じてるんだ、兄貴が考えたファイブデクターを。撃て。あの兄貴は体当たりで俺たちを守ってくれた。このままではみんなやられてしまう。今度は俺の番だ。早く。レミ、オッケー、今だ。あー、ケン兄貴、ケン、させたファイブデクターはファイブマンを守り、ファイブマンをパワーアップするスーパープロテクターなのだ。
しも命と引き換えに君の未来が叶うなら何も何も惜しくはない。君は僕の未来だから、君は僕の未来だから、愛を捧げよう。ファイブマン。シュバレーたち5人は俺たち兄弟先生に化け、運行の地下を掘っている。そこには海水を浴びると地球を滅ぼす銀河ペスト菌を撒き散らすアンモナイトンが埋まっていた。アンモナイトンを海に入れるな。地球戦隊ファイブマン、偽兄弟先生、応援してくれよな。